携帯新規で買おうとしたら料金未納があるので、それを解決しないと売ることができず、さらに未納を解決しても分割での販売ができないので、本体代金を一括で買うように言われた。全く心当たりがない。ちゃんと毎月料金支払ってるし、滞納なんてした覚えがない。調べてもらったら全く心当たりのない番号が浮上してきて、名義私のなので情報開示してくれたんだけど、これまた全く心当たりのない iPhone。 結果何だったのかというと、小学生の娘が私の免許証を盗み出し、保管しといた娘のお年玉用通帳とハンコを持ち出し、娘単身で携帯ショップへ。勝手に私名義で iPhone を購入し、こっそり隠しながら使ってたそう。しかも残高が尽きて払えない状態が続き、私の名義ブラックリストに載るに至ると、督促状は届くたびに私にバレたらやばいと思い、すぐに証拠隠滅してたらしい。私も旦那ももちろん娘に対し、これまでにないくらい激怒した。けどちょっと待って、これさ、誰がどう見ても小学生の子単身で携帯ショップを行って、書類さえ揃っちゃえば携帯ショップはこれ売るわけ？娘曰く、保護者の方は？と聞かれたけど、来れないって言ったら売ってくれたらしい。お客様センターに確認したら、そんなこと絶対にできない、機種変更なら家族だったら委任状と利用している本人への電話確認をさせていただいた上で購入することはできる。けど新規契約の場合は、家族であろうと代理受付自体を行ってないので、規則としては絶対に受付はお断りするはずと言われた。これは今度購入店へ行きますわ。一番悪いのは娘だし、それを育てたのは私たちだけど、売る方も本当どうなの。衝撃と悲しさで眠れない日々が続いてます。